FIFA 女子ワールドカップ2023日本代表なでしこジャパンの準々決勝、前半45分が始まりました。まあ、一つその裏を狙うというところでいきますと、あの宮澤のスピードというのも一つ生かせるかというところではありますが、そうですね、しかも宮澤選手は足ももちろん速いんですけど、そろばん1球持っていて、手もめちゃくちゃ速いです。そろばんを打つのがすごい速いので。あ、そうなんですね。連動してるんですね、やっぱ足と手って。あ、そういうもんですかと思います。私も結構足速い方だったんですけど、そろばん1球は持ってなかったんですけど、そろばんの学校だったので、そこの共通はある気がします。まだその良さというのはまだ行かせていない日本でありますが、さあここはまた日本としては気をつけないといけないセットプレー。キッカースラニ、また軌道の高いボール、山下出る、シュート、詰めている日本、繋がった、ハンドアピールする、スウェーデン決められました。日本先制点を許しました。あ、最後決めたのは13番のイルステッド。前半32分、セットプレーからの流れでした。頭ではありませんでしたが、最後はこのイルステッドが決めました。クリアできるタイミングはね、要所要所にあったんですけども、最後隙を突かれてしまいましたね。詰めていたのが今大会3ゴールを挙げていたイルステッド。やはりセットプレーにはなるべくしないようにしたいですよね、日本としては。さあまた右サイドから入ってくるスウェーデン、ロルフォ、日本3人で囲む、ここはよく寄せました日本。ここで前半終了。日本は先制点を許して前半を折り返します。後半45分が始まりました。なでしこジャパンの準々決勝、1点を追いかけて後半45分スタートです。左へ利きのこのアンデション、この人の左足のキックも非常に正確です。中央に送ってくる、こぼれた、もう一度スウェーデンです。高さのイルステッドがゴール前、山下を抑えました。もっとはっきりクリアしたいですね。あ、はい、あ、VAR のチェックが入ります。先ほどのコーナーキックの中でのプレーということでしょうか。かもしれないですね。コーナーキックの自然だったように見えましたよ。大丈夫です。そうなるか。After all field review, there is a handball by number 10 who makes her body bigger. The final decision is penalty kick. ハンドを取りました。まあですからストーブリーさんから見たら、自然な実然な手の位置だったという判断になりました。日本はペナルティーキックを与えることになります。日本はここは山下に託します。日本の上に太鼓の音も聞こえてきます。2点目、後半6分、ペナルティーキックで日本リードを広げられました。ただ日本に流れが来ています。後半28分経過しています。日本の準々決勝、勝てば2大会ぶりのベスト4。自分で行く、止めた、倒れた、 PK だ、日本 PK。 これですよ。要は倒れなかったから良かったんです。あ、そうね、確かに。これこれ、いいよ。仕掛けていって日本 PK を取りました。
絶対こう仕掛けると何か絶対ありますからね。植木のこの前を向いたプレー、ここで倒この1個前で倒れなかったからペナルティーで侵入できましたよね。入ってない、ゴールはどうか。いや、それこそ入ったんじゃないですか。 VAR 見よう。テクノロジーは、まあ、ゴールラインテクノロジーという、まあ、ゴールかラインを割ってるかどうかというのを判定するシステムも今大会は導入されていますが、入ってる。ちょっとね、バウンドした時入っているように見えましたよね。見えました、入ってるはず。入ってない、入ってない、ラインが割っていない。いや、思いっきりこれもうちょっと上にゴールが高かったらよかったですよね。もう入れさせて、スウェーデンのボールです。試合すでに始まっています。日本差を詰めることはできず、長谷川、藤野が行きました。入った入った、いや、どうだ、あラインは、あ、割っていない。ゴールライン割らず、主審のストーブリさんのジェスチャーはノーゴールというジェスチャー。うわー、ここも惜しい場面でした。日本後半41分経過、残り5分切りました。さあ、遠藤、うまい、いいドラフでしたね。いや、失礼、正規だ、ボルタシュート、来た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 、1点返しました日本。大丈夫大丈夫、あともうちょっとある。最後入れたのは途中交代の林、日本1点差。いいとこ走ってましたね。こぼれ球、後ろから飛び込んできました。このトラップがね、良かったですね。これ、ためも良かった。最後、よく詰めていました。ナイス。本当に走ってましたね。テレビをご覧の皆さんも、ぜひこのなでしこジャパンに。どうしたの？パワー送ってください。あ、アディショナルタイム10分、10分いけるいける、まだチャンスあります。来た来た来た、さあ来た、ロスタイムって2桁いくことあります。 VAR が導入されるとあります。ナイスナイスナイス。さあ日本コーナーキックのチャンス、ここで長い笛、日本敗れました。日本の今大会のワールドカップの挑戦はベスト8で終わりを告げました。